どうも、東京コーポス、イッソンブッ。こんにちは。はい、今日は中目黒駅に来ました。おー、中目黒来たぜ。スーパーオシャレタウン来ちゃった。中目黒はね、LDH の街ですからね。ああ、そうやね。なんで学校があるんだっけ。もう、お店とかもいっぱいあります。あ、そうなの。はい。いやちょっとね、居心地が悪いですよ、オシャレすぎて。俺はね。そうですか。なんか、まあ、面白いお店とかもいっぱいありますからね。そう、うん、あと、まあ、この時期といったら、もう目黒川で桜を探す。ああ、それみたい。ね、まあ、ちょっとなんか最近寒かったり雨降ったから、そうなんですよね。昨日が雨やってる。そう、だからなんか多分まだ咲き切ってはないと思う。満開ではないかもしれないけど、まあ、少し春を感じられるかもしれないですね。そうだね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、それではレッツゴー。今回は中目黒駅へやってきました。都内でも有数のおしゃれな街、目黒川の桜で有名です。中目黒にはエグザイルや3代目 JSOULBROTHERS が所属する LDH が経営するショップがたくさんあり、今回は LDH ショップ巡り。最後は目黒川の桜の前で乾杯。はい、駅前です。はい、駅前ですね。まあ、本当にいろんなお店がありますね。そうですね。うん、いや、おしゃれな人が多い。しかも、いや、本当そうよ。うん、もう至る所にもう LDH のお店があんねや。あの、EXILE のグッズショップもありますよ。そうなん。はい、とか、そういうところもちょっと行ってみたいな。はい、カフェとか、あと服屋さんとか、あとご飯屋さんも何軒かあります。あ、そうなんだ。はい、はい、商店街ですね。はい、目黒とか銀座商店街。この辺はもう本当に美味しいご飯屋さんがたくさん。あ、そうなんだ。中目黒に合う人間になりたいよね。わかります。あの、学校で1年間ぐらい毎週通ってたよね、ここ。あ、はい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 。だけどやっぱもう10年ぐらい前だからさ。あ、そっか、こっち側来なかったんですね。こっち側来なかったね。もうさっきさ、大白髪でさ、ちょっとキサロ行ってるようなさ、あのすっごいダンディーな おっちゃんおったからな。絶対エグザイル好きやで。絶対エグザイル。はい、再び駅前戻ってきました。もうメイン通りです。そうですね。映えスポットあるよ、映えスポット。お、羽生え。あ、映えスポ。映えスポあるよ、これ。あれ、何屋さんでしょう。ハンバーガー。あ、そうなの。ちょっと。あ、いいな。映えていいよ。映えていいよ。映えたかったでしょ、だって。まあ、そうやな。映えたかった。映えてる。あ、いいやん。どう、羽生えてますね。いいですよ、めっちゃ。めちゃくちゃ強そう。かっこいい、かっこいい。映えたね。映えた。俺だけでいいの。みんなやりたくない。いや、大丈夫です。大丈夫です。こちらは結構咲いてるね。本当だ。あら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 、綺麗ですね。うん、まあ、本当はね、目黒川沿いがめちゃくちゃ綺麗なんだけど、あ、目黒川の方あんまり咲いてないかもね。あ、日が当たるのかな、こっちの方が。そうだね。はい。だからこのね、道路沿いの桜はすごい綺麗に咲いてるね。綺麗綺麗。いや、花見したいな。花見はいいよ、もう。花見は俺らの中で、あの、禁句になってる。嫌な思い出あるからな。いいよ、もう。だから、堂々とできるようにね。そう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 。そんなね、世界になってほしいよ。そうですね。あ、たい焼き屋さん。あ、こんな大通りにね。ね、中目のこんな大通りに、たい焼き屋さんあるよ。おお。なんか、美味しそうだね。そうですね。結構人も買ってるし。ちょっと食べますか。食べましょう。駅から約5分、たい焼き桜屋さん。阿部ちゃんは厚焼きあんこ、分厚い。一層は抹茶味。翔太はクワトロフォルマッチ。はい、たい焼き買ってきました。はい、見てこれ、分厚いっすね。なんか珍しいタイプのあれやな、たい焼きやな。たい焼き2個ふっついてますね。そうそう、じゃあいただきます。あ、あ、美味しい。サクサクタイプ。うん、え、抹茶うまっ。これはもうね、食べてる感じがハンバーガー。そうね、豚焼きじゃないもんね、これ。
生地自体が分厚くて、うん、すごいな。そうそう、いただきます。おおい、チーズだ。ああすごい、中目黒っぽい。なんか珍しいよな、こういうタイプの、なんかいろんな種類のあるたい焼き屋さんって。結構変わり種のたい焼きが売ってて、そうそうそう、中目っぽいね、うん、これはチーズ好きにはたまらないっすわ。最高です。はい、たい焼き食べたということで、はい、ちょっと LDH 系のね、お店を、まあ中は映せないんで、うん、外見だけでもね、回っていこうと思います。イエイ、24って書いてある。そう、知ってるでしょ、やべし24カラー。あ、そうし、昔あのジャージがね、流行りましたね。そうそう、24っていうジャージね、はい、岡村さんが着てたわ。そう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 ね、24カラーって言うんですけど、いやー、かっこいいよな。そうですね、そうよね、15年ぐらいありますよね、日本のトップで。そうですよね、もう20周年ですからね。だよね、はい、結成。でも、もうオリジナルメンバーはいないんだっけ。いないですね。あー、まあまあしょうがないよね。そうですね、あそこがエグザイルの直人さんがやってるブランドのお店です。はい、なんかその右の、なんか宇宙人いますね。今すごい気になる、謎の宇宙人気になるけど。あ、そうなんや。そう、スタジオセブンっていうお店が、あ、はい、GU とか、そう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 、コラボしてましたね。スタイルは誰もがボールファンになるというか。そうですね、30代のおっさんも好きな人いるし、そうですね、20代、10代、10代とか10代も好きな人いるからね。絶対言っとけよ、それとキャリオンは聞いてますからね。キャリオン、キャリオンカラオケで100回以上は歌ってるここにもあるよ。そう、ここがエグザイルトライブステーションです。おお、すごいな。ここは何なの。僕はもう LDH 系のグッズを全般にもう取り扱ってるグッズショップですね。へえ、いや今の子たちってさ、あのしゅんちゃんがいたの知ってるの。知ってるんじゃないですかね。知らない子も多分いますけどね。そっかそっか、多分エグザイルだけ好きじゃないですからね。ジェネレーションズファンですとか。そっか、そうそうそう、それでもう今トライブっていうか。そう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 、じゃあちょっと中は取れないですけど、うん、これちょっと高弘さんのグッズを買いたいので。あ、お、はい、いいですね。ちょっと行きましょう。行きましょう。はい、やってきました。しょうちゃん買ってきた。はい、もう中学2年生の時から大好きな、うん、高弘さんのプロデュースグッズの。何ですかこれは。詰め替え あのスプレーです。スプレー、だからここにアルコールとか入れたりとかして。うん、なるほどね。はい、できるやつ。あー、いいねいいね。こんぐらいだったらね、俺の年でも使えるかなと思って。そうだね。はい、いや、びっくりしたんがさ、店内、うん、女性しかおらんかったな。ほんとそうだね。今昔のやっぱ EXILE じゃないんだね。違いますよ、やっぱもういろんなねグループが増えてちょっと変わりましたよね。昔の男らしいって感じじゃない。そうそうそう、ヒゲの人いないですもん。そう、しかもめちゃくちゃ年齢層もさ幅広かったね。広かった、広、若い子もいればね、30代40代もいたし。うん、すごいな、やっぱ EXILE はすごい。はい、はい、エグザイルショップ行ってきた後ですけども、はい、ご飯でございます。はい、今回はこちらですね。ラーメン、林田さんかな。林田さん。林田さん。結構有名店だよね。うん、見たことありますね。そうだね、うん、なんかカップ麺かなんかで見たことあるから、うん。今回はちょっとこちらでラーメン食べましょう。はい、はい。駅から約3分、ラーメン林田さん。ラーメンだけではなく、つけ麺や混ぜそばもあります。一村阿部ちゃんはつけ麺、翔太は混ぜそばです。シャバシャバ系で、麺が美味しい。
頭の黄身の色がめっちゃ濃い。めっちゃいい卵。はい。うん。濃厚。お願いします。うまっ。はい、ラーメン食べ終わりまして、はい、食後の一服ということで、はい、後ろに見えますのが EXILE の哲也さんが経営しているマジで、はい、アメイジングコーヒーです。アメイジング本当に EXILE の街だね。そうです、そうです。いろんなとこにさ、アパレル系だったり EXILE 系のお店がいっぱいあるね。そうなんですよ。飲みますか。はい、ね、飲みましょう。駅から徒歩約7分、アメイジングコーヒーさん。コーヒーだけではなく、期間限定のメニューやグッズなども販売しています。コーヒー買ってきました。はい、いただきます。あ、うまいね。アメージング。そうそう、アメージングなコーヒーですから。で、目黒川です。目黒川です。目黒川。いやちょっともうちょっとだったね。そうやな。そうっすね。あれ、3割ぐらいやもんな。肉眼だと結構咲いてるように見えるんですけど、うん、カメラ通してみると全然咲いてない。あ、全然映えてないな。そうですね。何人かね、こう写真とか撮ってる人いるんだけど、はい、ちょっとまだだね。まだやな。そうですね。あと2日だわ、きっと。うん、ちょっと歩いてみましょうか。そうね、ちょっと歩こうよ。はい、後ろから。ここら辺とかはちゃんとちょっと映えてるよ。うん、綺麗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 。五分咲きぐらいかな。そうですね。うん、都内でも結構有数な桜の観光地だよね。綺麗綺麗。綺麗だね、うん。でも十分綺麗だよ。多分この動画が上がる日ぐらいにはもう満開になってるかもしれない。満開だと思う。はい。多分。はい。いやー、お花見、お花見なのかなってきたね。そうですね。見ながら。はい。お花見してきましたけど。いやー、これはデートとかに持ってこいやね。そうですね。いい街ですよね。本当に。これ別に。めちゃくちゃファンってわけではないけど、めっちゃテンション上がったね。うん、楽しかったですね。楽しかったです。はい、はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。